おはようございます。ホワイトベースの二宮と申します。はい、普段ですね、中古のオートバイを販売する動画を撮る傍らですね、オートバイの楽しみを伝える活動もいたしております。その一環でですね、今回丸山さんにご招待いただいたので、勉強させていただいて帰ろうと思っておりますので、皆さん教えていろいろ教えていただければと思います。体格に恵まれない人がですね、大きいバイクを乗る、体格に恵まれない人って400でも大きく感じるはずなんです。それをこうしっかり操るというか、丸山さんも小柄だし、どんな方法でやってきたかということで、なんか大きければ大きいほど、はい、確かにだんだんね、モトクロッサーとか、はい、特にやっぱ足がつかないっていうのは、はい、いろんなことをするのに結構致命的じゃないですか。で、自分もそうだけど、やっぱり女性で150なかったりすると、はい、そりゃ乗るオートバイ制限されるよなと思うんですけど、はい、でも例えばレースをするときには結構大きなオートバイでも乗っちゃうんですよね、バランスの取り方を徹底的にやっぱり理解していくしかないんですよね。それはバイクに乗る前の人がなんかこうお家でできるバランス力向上のためのなんかありますか、トレーニング方法みたいな。もうひたすらバイクに乗るしかないような気がするんですけどね、はい、これは自分もそうですけど、やっぱりバイクに乗ってる時間は誰にも負けないっていう自負があるんですね、はい、別に他のもので勝ってるわけではないんですけど、はい、バイクに乗ってる時間は絶対負けてないっていう、はい、っていうところで多分バランス、それを言ったら身も蓋もないじゃないですか。そうなんですよね、でも、練習をしようっていうのと同じように、はいはいはい、やっぱりたくさん乗るとそれが身についてる、そうですね、やっぱ教習所の人は、行ってる人は教習時間しか乗れないんですよ。あれが結構ネックみたい で、そうじゃない時になんか練習できなんかこう感覚を養う方法はないかっていう質問をよく言われるんですよね。でもね、やっぱり、はい、やっぱりでも時間を乗るしかない。これ僕がね、はい、よくこれも DVD でこう言うんですけどね、はい、乗る時間を人より少なくて、はいはい、うまくなろうとしてるわけですよ、うん、それって天才だから。なるほど。乗らなくても上手い人なんて僕はあんまりいないと思ってるんですけど、いないですよね、はい、でも影の努力が見えないと天才って呼ばれるじゃないですか、うん、あれに憧れるんですよ。なるほど。なるべく乗らないで上手く見せたいんだけど、はい、やっぱりたくさん乗ってますそれあれですね、学校のテストの時、俺勉強してないよっていうやつですよね。嫌なやつ。嫌なやつですね。嫌なやつですか。インライダーはね、はい、インライダーの感覚って、はい、結構特殊な感覚も身につけてるんですよ、うん、本来も、うん、大体バランスの悪いもので、はい、バランスを取るようにしてるんで、はいはい、こんな重たいもんでバランス取って走ってること自体がすごいんで、4人乗ってる人から比べると結構すごい感覚で操ってるんですよね。それでも重たいですけど、もう2人乗れてること自体である種特殊ですからね。確かに今日乗ってて思ったのが、二輪だともうこんなだったりこんなになったり、こういろんなこう姿勢にこうなって制御していくじゃないですか、でカートだとこのまんまじゃないですか、せいぜいこんなちょっと動くからぐらいで、二輪もアクセルがあってブレーキがあって、はいはい、ステーリングワークっていうのはね、うん、そんなに使わないんですけど、それ以外に体をすごい使うことができるんですね、うん、これってなんだろうな、物をコントロールする上でものすごく一歩何かできるものなんで、うん、二輪のライダーは難しいっていう風に思うよりも、なんかその4人乗ってるよりも、うん、もう一歩そのモータースポーツで動く、足を動かすのに武器がある、うん、人間として、それはもっと使った方がいいから、うんうんうん、もっとオートバイの上でアクションした方がいいですよね。なるほど、なるほど。それ一つの武器なんで、4人にはない武器なんで、はい、二輪はこうやってる、さらにこうやって、はい、でこうやってとか、はい、こうやってとかってできるんです。これはね、もったいないからいっぱい使うべきなんです、はい、なるほど、じゃあ皆さん大げさにやるべきです。そう、もったいないからでいいんです、はい、どうせやれるんだからやりましょうで、ね、ある程度固定してそんなにね、はい、アクションしない方がいいっていうのは、そん
株を買う前はそれでもいいんだけど、はい、もったいないと思ったら使った方がいい。なるほど。ちょっと疲れますけどね。なるほど。恥ずかしい、はい、まあ確かに恥ずかしいですよ、はい、その変にね大げさなライディングで速くもないのにって言われちゃうかもしれないけど、はい、健康にいいじゃないですか。健康にいい。そう、今名言出ましたね。今名言出ましたね。何のためにオートバイ乗ってるんですかって言ったら、僕は元気になるために乗ってる、はい、だったら汗もかきましょう。そうですね。意識して体を動かしてって健康にいい。健康にこれから使ってください。いいですね。それ素晴らしい。今ちょっとゲットしました。すいません、ね、はい、ホワイトベースさんのチャンネルを借りてなんか偉そうに。いやめちゃくちゃ面白いですよ。乗る量ですよ、はい、質より量、はい、質より量、まあ、はい、質問だから確かにね、はい、まあ、質問、みんな質のことを聞いてるんですよね、はい、量は無理じゃんっていうことを言ってるんですけど、まあ、それも諦めることだから、はい、諦めることが先だと。まあ、でも所有感とかカスタムをするっていうので、はい、あんまり乗れなくても、はい、オートバイをいじるとか、はい、ドレスアップしてかっこよくするとか、はい、これも一つの楽しみです、はい。でもやっぱりオートバイ乗ること自体がやっぱり好きでないとね、はい、一つだから、やっぱりもう一個ちっちゃいバイクでもいいから、はい、ひたすら乗ってほしいですね、はい、ひたすら乗ってほしいですね。そうすると、はい、ドレスアップした高い車両の持ってる価値観がもっと上がると思います、うんうんうん、そいつを乗りこなすことができるわけですからね、うん、その人は。DVD 出していろいろ教えたりしてるじゃないですか、はい、でも僕はその本気で教えたいと思った時にいろいろ教えるものは出してるんですよ、うん、練習する場所がないと思ってこういうイベントをいっぱい開催してるんですよ、うん、オフロードトレーニングもそうだし、サーキット走行会もそうだし、レースをするっていうためだけにやってるんじゃなくて、うん、ひたすら運転しまくる場所を提供しないとどんなに教えても、うん、やる場所がないっていうのが正直なところだったんです。なるほど。いろんなところでサーキットを借りるっていうのは安全な場所なんですよ、うん、ジムカーナコースでもいいですし、うん、要はやらかしても咎められない場所っていうのを作ってあげないと、うん、サーキットとかは転んでもみんなからお咎めはない、うん、そういうことをチャレンジしていい場所なんです。要は試す場所としてこういうクローズコースを貸し切ってみんなに走る機会を、ね、与えないと、どんなに頭でっかちにいろいろ詰め込んでも体が動かない、うん、だから両方一緒にやっていかないとやっぱりその街中でね事故らないっていうのはなかなか達成できないと思ってるんですよね。そう、よく考えたら、はい、やっていい場所、練習していい場所、はい、オフロードコース、オフロードコース、僕連れてきますよみんな、大丈夫ですよ。あれは免許ないところから乗って大丈夫ですか、はい、ジャンプはさせないように。まあちょっとそうですよね。だけど平地を一生懸命オートバイで走ってバランス取るには絶対上手くなるじゃないですか、はい、そうですよね。オフロードはね連れてきますね。いきなりやりたいって言ってやれるもんなんですか。ねこれもね、うちの中でオフロードトレーニングっていうのがあるんですけど、はい、福島に行かないと、はいはい、モトクロスさんのレンタルが20台近く置いてあるところで、うん、そうですね、はい、そこに行ってレンタルバイクとレンタルウェア、うん、モトクロスウェア、モトクロスブーツ、うん、ヘルメット全部借りて、うん、高速料金、うん、移動費、飯代、うん、温泉とくっついて2万円くらいかな。なるほど。まあ、でも一泊する感じなんですか。一泊はしない。しない。結構大変です、はい、多分教習所で練習してる10倍ぐらいはできそうですよね。乗った、はい、乗ったイメージができます、うん、乗ったイメージというか乗った経験値が増えてきます。中所で免許をもらっただけでは到底、はい、街中に出るには、うん、おぼつかないわけです、うん、初めてっていう。そうですね。本当にルールを教えてもらったようなもんで、はい、バランスの取り方っていうのは、はい、ほとんど教習所の時間だけでは、うん、やりきれないです、はい、だからルールは教わったけどバランスの取り方ができないんだったら、その人たちにオフロードコースで、うん、転ぶまで、はい、倒れるまで、滑って倒れるまで、うん、何度も走ってるとバランスが取れるよ。さっき言ってたバランスを取るにはやっぱり乗る時間が必要だって言うんですよ、はい、オフロードコースずっと乗ってられますから、
疲れ切るまで何時間も何時間も疲れてみんな帰ってきちゃいます。いや経験値相当増やせますよ、はい、いやそれだって丸山宏が教えてくれるわけですよ、はい、教えるってほどでもないんですよね、はい、あのただ自然に身についてきますよね、はい、だってまっすぐ走るのに、はい、滑っちゃって、うん、最初はどうしようっていうところが始まりますから、うん、でも必然的に滑ってるマシンはアクセルを開けると安定するんだっていうのを覚え始めるじゃないですか、うん、そういうことをもう体で覚え始めちゃうんですよね。今日はご招待いただいてありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。朝からドタバタで、はいはい、なかなかね挨拶する、間もなくいきなり走り始めて、そうですね、多分ね、はい、その来てみるとうわ入りにくいなとかね、はい、やっぱりこのなんだこの集団はっていうか、うん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 、っていうのはバイク乗り全員が感じてることじゃないかなって感じもするんですよね。もっとこう溶け込めるスポーツとしてね、あまりこうちょっとかけ離れたものにならないようにしようと思ってるんですけど、はい、やっぱ、まあ、リスクはあるんですけどね。そうそうはね、二輪のように当たり前のようにシャーッとやってね、はい、行ったりいきなりハイサイドして飛ぶっていうのはそうそうないんですけど、でもまあリスクはある、はい、だけど二輪から考えると、うんうん、もう少し入りやすいかなと思うんですよね、うん、せめて僕はクローズドコースを用意してあげる、はい、ここはやっていい場所というかね、はい、あの怪我していい場所ではないんですけど、はい、チャレンジしていい場所なんで、うん、あのやっちゃったイコールみんなから称賛されたりしてね、うんうん、一応そういう OK な場所っていうのを提供してあげないと、はい、なんか一向にうまくならないのかなと思うんですよね、うん、オフロードトレーニングもあるし、はい、二輪のこういったもちろん走らせるスクール関係もありますし、その理論の実地もありますし、ね、はい、一応講釈も垂れるんですよ、はい、講釈垂れる以上にやっぱり乗ってみようよっていう方をね、はい、まあ、やろうかなと思ってるんで、ぜひぜひ、ホワイトベースとつながりができてしまいました。ありがとうございます。駐車場とですね、掘ったて小屋みたいなところから始めたホワイトベースがよくここまで来たなって自分で思いますけれども、ありがとうございます。じゃあこれを機会にまた今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れさんでした。ありがとうございます。